皆さんどうも、マキュウです。今回はウルトラ Z のマリン船長が性能でね、大量消しの即時スキルを持ってるってことで、これからね、やっぱり高速周回で活躍していくんですよ。で、そこでね、気になってくるのが、まあガチ勢とかが特に気にする演出速度ですよね。どれだけ技のね、速度が速くね、終わってくれるのかっていうところがね、やっぱり自分もね、気になったので、今回はまずね、同じく大量消し即打ちを持ってて、まあやっぱね、今まででマリン船長の次にね、活躍してるであろうと思われる、これね、アムロさんかな。このキャラも大量消しのね、即打ちを持ってて、めちゃくちゃ活躍してるキャラなんで、今回マリン船長と、アムロさん、全く同じ性能ね、まあ、即打ちと大量消しっていう同じ性能を持ってる、どっちが速いのかっていう検証と、さらにね、やっぱ周回キャラで武道会とかね、マップイベントではもうね、毎回のようにね、大体使ってる人がね、多い、この不動魔ですね。現状、砦の中では演説速度が最速かな。砦とウルトラ Z の中では。なので、この不動魔と、アムロさんと比較してね、もう検証動画を撮ってきたので、どうなのっていうのをね、見せていくんで、まあ、マリー船長とね、アムロさんと不動魔では誰が一番速いのか、で、どんぐらいの速さなのかっていうのをね、見ていってください。それでは、どうぞ。はい、どうだったでしょうか。結果としてはね、もう結構すぐ分かったと思うんですけど、不動がまず安定のね、一番速くて、次にね、船長とアムロさんが全く同じ同速でしたね。でも本当にあれね、誤差もね、1秒もないぐらい調整したんで、編集で。全く同じでした。なので、まあ、いつも通りだよね。最近本当にね、大量消しの、その即打ちを持ってるキャラって、基本ね、マジで演出速度ね、ほぼ同じなんですよね。この芝さんも大体同じだったから、あと誰だったっけな、基本なんか大量消しの即打ちってね、ほんと全く同じ速度だね。基本アムロさんと比較するとね、毎回同じ速度なんだよね。だから今回もね、まあウルトラ Z だからなんかちょっとね、補正でさ、 0. 何秒ぐらいでもいいからアムロさんより速くてもよくねえとは思ったんだけど、まあ全く同じだったね。いつも通り大量消し速打ちはみんなほとんど同じ速度だったね。だからまあいつも通りにはなりますね。だからやっぱね、まあでも速度は逆に言ったらいつも通りの速さってことで、そのアムロさんとかと同じなんで遅くはないんで、普通に今後もね、周回でもね、不動魔がいなかったらね、使っていけるキャラにはなるかなと思いますね。はい、ということでね、今回の動画は演説速度をね、検証していました。参考になったよーって人はこの動画が良ければ、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。